チャムガヤ YouTube、2月の7日月曜日の今お昼なんですけど、2日前の土曜日の練習の時に、練習中にいきなり背中が、痛くなってしまって、練習を中断して、ずっと休んでたんですけど、2日経っても良くならないということで、今僕は東林間駅に来てます。これから、東芝林間病院に行くんですけど、何が起きたのかっていうのを、検査しに来たいと思います。東芝林間病院には、大学時代も、何度も、疲労骨折した時とか、何度も通って、そこには、鳥居先生という先生がいるんですけど、その先生に、何かあった時は、見てもらってたので、今日も、鳥居先生に、見てもらいに浜松から来ました。まずは、大きな怪我になってないことを、祈りたいと思います。それでは検査に行ってきます。東芝林間病院に着きました。検査に行ってきます。はい、検査の方に行ってきました。で、今はもう浜松の、自宅に戻ってきて、動画を撮影しています。と、検査の結果は肋骨の、疲労骨折ということで、診断を受けました。大きな亀裂とかまでは行っていなかった、行っていないので、ものすごく長く時間がかかるっていうわけではないんですけど、1ヶ月から1ヶ月弱ぐらいは、走る練習っていうのはできないのかなと。今回の怪我の原因っていうのは、先生に聞いたところ、腕振りとかで、胸郭が圧迫されることが、続いて、その圧迫の、影響でそういう肋骨にダメージというか、肋骨の疲労骨折が起こることが、あるそうなので、陸上選手とかちょっとこう体型が細かったりすると余計にそういう痛みを発症する可能性っていうのは高いみたいです。自分のこう走りを変えるっていうことはなかなかできないと思うので、今後対策っていうのもどういう対策を取っていけばいいのかっていうのはまだ、分からない部分っていうのはあるんですけど、原因としてはそういうふうに先生には説明されました。で、大体な、先生の言う話だと、2週間ぐらいは、まだずっと痛みが残ると思うので、まずはその痛みが、生活でなくなるまでは、必ず安静に、するということと、生活で痛みがなくなってからは、ウォーキングから少しずつ練習を再開してもいいということだったので、また、自分の、痛みを確認しながら、練習再開できればなと思います。と、ただ、今回は、肋骨の疲労骨折ということで、診断を受けたので、もうこればっかりは、どうしようもできないと思うので、まずは、無理せず、完治に努めたいと思います。と、ただ怪我をしている最中でも、肋骨なので、ある程度できるトレーニングっていうのは限られてるかもしれないですけど、中野ジェームズさんとしっかり相談して、できるトレーニングっていうのをやるということも大事な期間になると思うので、無駄のないできることをやるという、そういう1ヶ月にできたらと思います。はい、なかなかこう YouTube で、怪我の報告をするのはどうかなとは思ったんですけど、僕は練習日誌とかもノートとかで公開しているので、あとは、全部こう自分のありのままを皆さんには届けたいと思っているので、今回はこういう報告もさせていただきました。またしっかり直して元気な姿を見せられるように頑張りたいと思います。以上です。